どうも皆さん、おはこんよんごん,んにちは。オリジナンは火曜日始まりましたしめ、はいえー、やかな、えー、テンションで進めていきますけれどもこれはもう呪いだなと。と言、はいますと我々、オリジナンは火曜日、うんえー、チャンピオンになったじゃないですか、うん、なりましたねやっぱり恨み、妬 <laughs> みこうやっぱあの愛が憎しみに香る瞬間って一番。 黒いパワーがだから僕らに対する嫉妬妬みが病気となって押し寄せてきてるなということで。<laughs> というのもあのまず今日ブーブーさん本来お休みの予定だったんですがちょっと症状を。 あの日のお昼ぐらいからちょっと体調崩しまして、仕事をしてたんで、体温を測ることもできずに、まあわんと思って、6時、7時ぐらいにお家帰って体温測ったら、40度あったんですよ、40度ですよ、皆さん、39でも、なかなかないですよ、40度ですよ、角度じゃないですよ、角度じゃないよ温度ですよ、体温、これ、やばいですよ。 もう久しぶりに40度だと思って一応1回なったことあるんですけどあ、これで40度あ、これは間違いないインフルだはははいいい来たなと1回もインフルかかったことないけどこのオリジンメンバー事務所稽古場での LINE でも上がってきましたねそうインフルだから今日稽古休みますとインフルっぽいからこれ来たなとチャンピオンになったこの反動が来たなと。ついいに、は はいはいはいほいででまあねインフルは1日待たないと判断できないっていうじゃないですか潜伏期間というものがあるらしいですからね反応しないみたいなことがあるみたいでだからねオリジナルアワーも今日もねインフルの可能性あるんで休みますとねありましたね朝もね休みますと来てるで今日の朝病院行ったのよ病院行って 実際やっったたら、まあ、インフルじゃなかったのあ検査結果はインフルじゃない、うん、まあだからこそ今こちらにいらっしゃるわけですからね扁桃頭炎扁頭炎変頭腺が腫れる腫れてまあ扁頭炎、うん、まあなんかストレスとかでこの体が弱って免疫力が落ちてなるやつって言われて、うんうん、あーはいはいはい,はい,はい、はい、で結果大丈夫だったんでまあうつる病気ではないと、はい、あそうそう,うん、うん、今日もう当に2時ぐらいまでお昼の、えー、39度ありましたよえっ そうなんです薬飲んでたら抗生物質かなんかかなそそうう飲んでたらもう全然落ちてさっき5時半ぐらいか5時ちょい過ぎぐらいか上かったら37度だったんでそれでも微熱だけどなでもこれはねこれぐらいで仕事は休めなと思いましてすごいですね昨日まで40度出した人とは思えないプロぶりをちゃんんとしますでただ、如実に元気はないですよね。 <laughs> うんなんかあの <いや S 2> チラとかやばいよ。しチラやばい。で汗も今ちょっと滲んでらっしゃるじゃで,でね。そう,そうそうそう。多分薬飲んでからだ。今日だっ薬飲んで、うん、滑り汗か何かですか。うん薬飲んでからずっと足かいてるわけ。大丈夫まだ滑ってないから大丈夫ですで。まだって。<laughs> <laughs> ゆくゆくは滑るみたいなお前そこ滑り汗じゃない今は冷や汗みたいなね,ねそうそうそう無ぐ、ま、りしないでくださいようんうんで今日この後収録もありますからねだからね, <laughs> ねまあまあハーですよ,ですよいや大丈夫です本当いや昨日か昨日からずっとおしゃべりしてないんで誰とも <laughs> まあそうですよねそれはいいことかもしれないですね嫁とかにも大丈夫とか言われても本当にきついわけだるいからうんうん大丈夫ありがとうみたいな感じだわけ話しかけないでの時よなもう節々も痛くてさ節々系ね動くたんびにだからあそんな痛いあこれ風邪の症状だね扁桃炎ってそうなんだ見たいよあで大変でしょでなんかね あ、お医者さん行ったらね、はい、あのインフルは喉にイクラみたいなのができるらしい喉にイクラ？うんうんはい、あの喉本当にイクラみたいなつぶが喉チンコに、はいえー、気持ち悪い。気持ち悪いですね。喉チンコに。うん、うん。喉チンコに。

長いや魚屋の話かい魚屋での会話かよお客さんと魚屋との「今日いくらないんだね」じゃないよお前口開けたら「いくらないね長浜さん」いやいや飯尾町での話やしようもしかしたらあれじゃないかもね一応まあ検査しようね鼻のほら鼻水あ綿棒か綿棒やるんだけどおばちゃまの看護婦さんだけいや結構入れてくるわけ あ綿棒、綿棒、お綿棒なんてめったに入れられたことないから、鼻には入れはな、入れないよね。インフルのんて一回もなったことないから、綿棒めちゃくちゃ入れられて、はははってなってるんですよ。さ長間さん弱いんですか？鼻の中弱いんですか？いや強いやつ呼んでこい。強いやついないよや。強いやつ連れてこい。弱いんですかって。でめちゃくあ顔上げて顔上げてって言うけど、もう。 入れられるから、ふんふんってなるさ、えー。はい。で、つも、もしインフルだったら、看護婦さんにかかるさ。あ、まあ。うん、だから、咳もできんから、我慢して、ううって下向いた。<laughs> 上向いて、上向いてって。 結果インフルじゃなかったからよかったけどさそうですねあの我々ねあの本番前にも軽く話したけれどもオリジナル会うメンバーはえっとディレクターも合わせて全員インフルエンザにかかったことがないメンバーですからちょっとすごく不謹慎な表現ではありますけれども若干の憧れはあるんですよね確か骨折と似てるよな僕骨もってことないです俺も骨ないで私もないです大城さんはない ひびはあるけど、骨折。まではないあ、僕もひびありますよ、お風呂場で石鹸踏んで転んで。泡 <laughs> がゆがんだんですよ <laughs> え。そんなことあります。リアルに。<laughs> リアルにやるんですよ。石鹸踏んで。二十二三の時に。<laughs> あの浅田真央ちゃんの。トリプルアクセルがすごい時代だったんですよね、<laughs> はい、確か。うんうん、で、石鹸をこう片足で踏んで。うん <laughs> 何回回れるかなーってやろうとしたんですよ。<laughs> まあ摩擦力をなくしたわけでトリプル以上回れるんじゃないかと、うん、石鹸をだから <laughs> 猿の足みたいにムンズと掴んで、うん、片足ではい <laughs> イメージできました <laughs> できます <laughs> できます <laughs> <laughs> フロアに置いてねはい、うん、お,お風呂場でシャワー流しっぱよここ <laughs>、うんななとで かちっちゃいお風呂場ですから両壁に手ついてこう反動をかけてギュロンっつったらそのままあの浴槽の出っ張りの方に暴ら打って、はいうん、その反動で、えっと、排水溝を頬で塞ぎまして。<laughs> だから苦しくて動けないのともう情報がすごいいっぱいで苦しくて動けないけど<え>シャワーの水は流しっぱだから僕自分の方でふた <laughs> をしていろんな情報が入る1 0ンチぐらいの水で溺れかけるっていう <laughs> も,っともっと簡単に説明できないの、ね、なんかいろんなことが起こりすぎて石鹸<あ><で>は医者に行ったらあばれが歪んでるって言われて。<laughs> ごなおさん、あ、その時はテレヤかはい。まあまあまあ。もうごめん、なんかごめん。情報がいっぱいあるな。俺のエピソードトークは。修正が難しい。まあ何でもないインフルエンザだではないと。ないです言っても扁桃炎三十九度ですから。本当に調子悪くなったいつでもね。ね。我々しょうこちゃん一応五日間は休憩してくださいと。見ました診断書。ね。 ありましたね。だから僕もね、先週からちょっと放送中に咳したりとかで、結果めちゃくちゃひどくなってですね。病院行ったら、気管急性気管支炎と腹壁炎と逆流性食道炎。うん。やばいだろそれ。なんだやばいわと。呪いがすごいですね。逆流性食道炎は、まあ食べてすぐ寝るでしょうと。 食べてすぐ寝たら誰でもなりがちなことなんですよ。食べるでしょそしたら胃液が活発になるでしょ、はい、でその状態ですぐ横になったらその活発になった胃酸がこの気管支の方に戻ってくるんですって。うん、うん でそれが逆流性ということね。ああじゃあ症状としたどういう症状？でそのその胃酸が食道をこう炎症起こすのよ。あの酸だから。はい。だから症状は何なの？痛いの？な今から今から。あ今から。あ違うぞ。ほら違うよ。症状だから胃痛。胃の痛み。で喉の突っかかり。でそれをはそれが引きかけ引き金となってえっと咳を咳を。 発症する期間があるんだけど、はい、その逆流性の、うん、胃酸がそこを刺激することによって、うん、体が、えー、風邪ひいたと勘違いして、うん、そこも炎症して咳になっちゃう可能性があるから<ー>それも併用してるかもねとピピタタゴゴララススイイッッチチ状態だよ <laughs> 僕の逆流性の胃酸がこうシーソーみたいになってピンってなってゲホゲホクラー <laughs> なんかそれいやいや別にいい表現だったじゃん誰用のお笑いかやわかりやすいでもありましたねはいでなってでそっから長男が保育園で血膜炎もらってきたんですよでその血膜炎が私移りましてやばいな今合計いくつでした今4つですねお医者さんの診断によるとご病気をお持ちということで4つ併発したわけだ併発うん 二回言うんだ。はい。したんですよ。でライブも大変でしたよね、お兄さんね。ライブの時が多分ね、あ。結構マックスだったから。ね。土曜日ですね、オリジンお笑いライブ。はい、お越しいただいて、皆さんありがとうございました。結構企画も目白押しでね、あの全部の企画に、僕出演予定ではあったんですが。急遽、急遽、あの出演。急遽。噛んこれも病気なんですね。神病かな。神病だ。あ、いったら、あの、歯の詰め物も昨日取れて。 明日また歯医者ですわ。ああ。してしてして、してだから土曜日の話を。だ演出家にね、演出の人にちょっとお願いしっていうか、まあ、もう出ないでいいですよと。い。うことで、だから、ネタの三分だけ、ちょっと舞台の方邪魔させていただいて。うん。目も真っ赤真っ赤しいな。だからさ。近く行ったら、うつるさ、俺も結膜炎。確かに。そう、かく、か、結膜炎、これまた、あの、流行ってる、流行り甘いでね。あの、学校保育園ちっちゃい子が今流行ってるらしいんですけど。だから、その。眼科の先生が。はい。 だったんですよだからもうコントみたいな話になるんですけどえっとレビューで行ったんですよ那覇口コミ眼科である眼科一番家の近くの眼科がすごく評判悪かったのでレビュー5ぐらいの評判悪いんだだからなんか態度がちょっとでかいとかっていうああ態度がでかいお医者さんがだからレビューが5ぐらいのとこ行ったんですよああなるほど星5つ中の4.5なのか5なのか そこ行ったらまずまちっちゃい眼科でまあおじいだったんですよ先生が。うんはい、でもう本当にねなんか「柳ハさんあの今流行っている子供たちからでしょと」と、うん、で一緒に娘も,娘も今結膜炎なので最初「娘さんの診断ですか?」って言われたんですけど「うん、いや僕です」っつって「うん、娘はまた別の病院なんですよ」っつって「うんうん、あじゃあもう感染経路はもう明確だから、うん、あんたあの流行ってる 結膜炎だから、うん、一応検査しようねということで。うん、あの、が綿棒、目目の下にこう綿棒で粘膜を。結膜炎も綿棒やるんだ。そう。<laughs> 本当だ。うん、<laughs> はい、はい。取って。で、あのー、うんうん、プレパラートじゃないけども、なんか、検査キットがあるんですよ。はい。 覚醒剤調べられたことないからね。いやいや密着24時とかでやってるじゃないですか。何々さんこれが青になったら振ってな振ってそう試験薬みたいなやつで日本のあれか妊娠検索みたいな感じかありとますしみたいなそうでその粘膜と特殊な液を垂らすと線が2本出るとで線が2本出たらその流行りの結膜炎だっていうことで1本しか出ないんですよ。 あらあら違うぞ読みと違うぞ。でその先生があれっつって「ガ我慢さん一本しかないねちょもうちょい待てると時間かかるわけよ」と「はいはい全然いいっすよ全然時間あるんで休みなんで」っつったら「うんちょっと待ってよ」ちょっとこれ我慢さんこれどう思う?」っつってどう聞かれたんだあのね2本線が出るんだけど1本はっきり出てるわけ2本目の部分がにじんでるわけよ線じゃないわけよ 要は白い髪がピンクの線が減るんだけどピンクが大きくにじんでるわけ一本はは綺麗にピンで出てるわけ何なの結膜炎は結膜炎なんでしょそれはだから分からんわけですよまだ俺はまだ分からないで看護師さんも医者がおじいだからみんなおばあなんですよ それは分からんけどルイは友を呼ぶってことだからルイは友を呼ぶ歴史があるってことじゃないの何々さんちょっと二人看護師さん来てっつってはいで、みんなで見てからこれ線出てるかっておばあの看護師もうんちょっと待ってよって言ったらお前が見てはお前は俺が見たらにじんでるわけよ で看護師のおばあも先生のおじいも「うんこれ出てるもう一回ガナハさんもう一回やろ」っつって「もう一回やってみよう」みたいなワンチャンス痛いわけよ別にまあまあ痛いわけ目はねしかも結膜炎で目腫れてるしちょっと俺も面白いからいいっすよっつってさせたらまたにじむわけでこれこれも 一応出てるわけさみたいな先生がもう妥協してるんだけどなんかあんたがちょっと駅が多いみたいみたいな目の駅で俺も歩のせいっと分からんけどこれ一応も出てるということでよろしいみたいな僕はまあ分からんかいいっすよみたいなどっちでもいいもんねどっちでもいいわけよ早く薬もらって帰りたいわけよでんか先生もなんか俺がちょっとやっぱ疑ってね るテンションちょっともう笑ってたわけ <laughs> なのか、はい、ずっとその薬待ってる間も「我慢さん今,今見て今 <laughs> 今これわかる?」っつって <laughs> 一緒にじんでるわけよでにじんでる奥にちょっと線あるわけよ <laughs> はっきりとした線じゃないよじわっと <laughs> これこれなのよこれこれが本来はがっつり出るのよ <laughs> でも我慢さんにじんでるから <laughs> ちょ「ちょっと待ってよ」っつって「<laughs> もうちょい待てる?」みたいな「でいい,いいっすよ」っつって待ってて。 しまたあの持ってきてで今度はにじみが最初はっきりしてた線のところまでもいっちゃってるってちょっともうごめん <laughs> サイレンの音も相まって集中力が途切れてやたやつ <laughs> <laughs> しかも話聞いてたら目がかゆくなってきましたねなんかね <laughs> 気のせいかなそれは気のせいだよ気のせいかな <laughs> 症状が出てきた私ねちなみにねあの感知証明書 というのはまだもらってないんですけれども先生のところに行ったらまあこれ今ちょっと症状収まってきてはいるんですよで僕の目を僕が自分の目を触ったこの手で誰かの目を触るなりもしくは僕が触ったものを例えばしょうこちゃんが健常者がね健常者が健常者っていうか病気じゃない方がこう触って自分の目に当てたりするとうつる可能性が 高まると、はい、で、あとセックスね、セックスしちゃったらもう。ええ、そうなの。そうなんですか。やっぱ粘膜と粘膜の交換ですからね。ですよね。あ、ね、あ、結膜。目にこすったりするかもしれんだろう、お前。<laughs> <laughs> ああ, <laughs> あ、じゃあ、プレイ次第ってことね。<laughs> プレイ次第。<laughs> ププレレイイでしょ家族の中でみんなかかってるのって先生が言うからいや妻だけが本当にかかってないのよ奥さんだけが奥さんとの性交渉も妊娠をしてるって伝えたからああじゃあやらないほうがいいですよみたいなことでだから僕結構妻の目なめるんでちょっとやめなさいなめるんだあやめなさい 危ないですよねというまあ病、うん、弱ラジオですねまあそうですねしょうこちゃんもだから次かもな <laughs> そうですかね今本当に目が痒いからもしかしたら次目あるかもしれないですああゆむさんに目舐められちゃいました <laughs>、えー、バレるだろうや <laughs> められちゃった体調崩す方多いですから特に感染率の高い病気はちょっと僕変わりのような仕事もしてるわけですから稽古の方もねお休みいただいてるんですけどもラジオの方はねラジオの電波を通して人にうつるわけでもないですから確かにねねいいいいいですこと言まツイキャスで大丈夫ですかというコメントの中群馬の有蔵さんがインフルナウと ね大丈夫ですよ。ということでああ、二蔵さんインフル、なんだインフルなんだ、インフル大変そうですよね、だからな、インフル、な、うん、背中とか腰が痛くなるって言ってましたよ、今のインフルは、あそうなんだ、うんえ、うっちーさんが、扁桃炎は熱が高いからしんどいよねと、本当しんどい、えー、この時期やとインフルエンザとは間違うよね、まあ、確かにね、<ー>今、インフルエンザがすごく流行ってますから。はい、うん えー、天童頑張ろうかいさんから、んこ、はい、にあまり反応しなくなったアシスタント、<laughs> <私>確かに免疫がね、やっぱウイルスもそうですけれども、うんこ、まあ、に対する免疫も高まっていくんですね、<laughs> そうです,す言れ、言われ続けてれば、強確かに、ん魂って、なんだろう、卑猥なものに感じなくなるんですね、<laughs> 言われ続けると。 お前が今言ってるチンコっていうのは要はパソコンの電源マークのようなチンコでしょでもそうですねクレヨンしんちゃんのクレヨンしんちゃんのチンコの象みたいなそうそうパソコンの電源マークはあれチンコですからねお前がわれわれが言ってるチンコは公園の公衆トイレで書いてある落書きのようなチンコなんにしてますから。 それはごめんなさい見たことがないのでができませんね。は黒人男性のあれいやもう公園でちょっともうマックスいってたかなっていうのは黒人男性とか言ったら本物熱あるから見えないやつお笑いのボーダーラインがもう見えないのどびことかって言ったりするんですよのどびこ言葉の言い換えというかのどちんこってまあ言い ちょっと言うの気恥ずかしいっていう人もういる、うん、なるほどね、はい、はいはいはいでえ何、ー、だっけえっ、ー、と今調べたんだけど医学的には口蓋水とかって言うらしいですよここの部分をえ喉チンけどそうそう俗語<う>でのどびことかって言ったりするんだ、ね、のでそういう言ってる人大人の人いたなと思ってのどびこのどびこがまあ可愛らしい名前で。えー よりは,よりはまあでもせっかくのどちんこという言葉があるわけですからこれはなんか女性もちょっと気を緩むフレーズではあるじゃないですか。確かにそうかなんかなぞなぞできるね女性にもあるちんこなんだっつってああほんとだ誰にでもあるちんこなんだって、うんだね、がっつりお前なんかそこ言われたらどうするお前 これ見て「ちんこ」って言おうって思うやつはちょっとこうなんていうの色気好きすぎというかさああまあ昔の人がね、うん、あそっか「のどちんこ」の由来として、うん、なんか「のど柱」とかそういうのでもよさそうでしょう、うん、ああ確かにプルプルしてるからかな <laughs> 言ったら本当にしんちゃんのような、うんうん、多分ねいにしえの出たの、はいにしえのお母さんが言ったと思うよ いにしえのお母さんがいやだから子供が咳してて「<laughs> 山神様の呪いかしらねえ」とか言ってる時代ですよ <laughs> 咳だけでも <laughs>、はい。でちょっと「ああしてごらん」ってた時にプルプルしてたからたい <laughs> 子供だから <laughs>、はいん「のど 喉にちんちん触れてるねえみたいななんか別にそれイニシエな意味なくないイニシエじゃなくてよくない別にただ最近の人でも別に問題はないぜ今のじゃないかなイニシエの母がイニシエの母これ男の発想ではないと思いますよ喉のプルプルに対してちんこっていうのはそうですね男だとこんなものではないと思いたいというねそう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  我れこんな可愛くないなりっていう。そう、逆にのどちんこみたいなちんこだった、こう手術ですよ。手術。二十回らいっても。この後はもう保険適用されるよね、この場合は。そう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 。保険でできるから大丈夫ですよ。男はこれに対してのどちんことは言わないですよ。だから、これはいにしえのお母さんが言った、特に女性が多分表現した言葉であると、俺は断定します。はい。 はい、一気であると思います。まだびっこね。まだびこね。というわけで、皆さん体調管理しっかりしていただ。まあ、はい、防ぎようがない、あのー、流行病もございますけれどもね。うん、一日も早くインフルエンザかかっている方元気になってください。それでは一度コマーシャルです。はい、どうぞ。この番組し。失します。お出かけ。 いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞちょっと待てーあ,あこの声はちょっと待てーすぐ行くからな。今、ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ洗剤も安いないや、早く来いよいしをいつも安く、ビッグワン <laughs> オリジナルは火曜日生放送でお届けしてます、はい、え私、歩とブーブーさんがちょっと体調があまり万全ではないですけれども、ね、はいうん、この後本日、収録もございますので、皆さんメールの方もえお待ちしておりますので、うんそうですね、来週火曜日が、んまた来週火曜日が、あれなんですよ、うんはい、県産品で。 はい大笑いの方ですねはい大笑い計算品の収録テレビの収録がありましてはいはいぜひ大笑い計算品の収録自体はいつまであるんですかえっと三月までですね三月まで三月が足びなあの沖縄市になりますで最後になりますね来週のもじゃぜひね見に行ってあまだ見で見られるのあ見れます無料で天部スで無料でやってますんで次は天部スか天部天部じゃあ六日に行けば見られるってことですかそうですねチケット チケットとかありますチケットうん。チケットとかないですよないですか行ったら見れるんですかあずさんってあずさん裏の人そうユリキアのマネージャーさんなんで俺に聞かないのずっと大城さんと歩むにも聞いてたけど俺出てる人なんだけど力ないと思ってるなんで俺に聞かないのなるべく喋らせないようにね元気がないからあと一時間あるからだって黒シャツに黒インナーですからね この流されもう喋りたくないですよね。かあとですね。あと三月え二月にまず試写会があるんですかねえっと関係者の我々去年の夏に映画に出させていただいたんですけれども。ええですか？あの金子昇さんとね。金子昇さんと福田崎さん。福田崎さん。で大城え雪さん雪さんうんが出てる。 はい映画にえ僕らねあの友情出演という形で出させていただいたんですけれども誰の友情誰の友達オーディションがっつり受けてやりましたでそのまあネットムービーが緩やかで2月の12日に完成披露試写会になるんですかねでそこから3月3月4月とあの桜坂の方であそうなんだ公開される予定らしいのでその際はまたぜひ

いいいやや映画うねななんての失礼もっと俺映画ってすごいカメラドーンっていうイメージだったんですけどちっちゃいカメラだったさいやあれ結構すごいカメラでしたねだからんだろうね結果の1台でカメラ1台で全部撮ってるわけはいはいで予告見たらすごいもう映画っぽい画像だからいや映画ってその映画見えてたんですよ監督はすごいなと思いましたね 予告で僕頭だけ映ってましたねああゆむさん顔映ってました顔映ってましたねちゃんとがっつり会話してたよみがれ勝連れ今これあのー、予告も見れますから,らー今 YouTube で見てます福田崎さ,さん出てるんですよ金子昇さんも、ね、確かに一流の俳優さんあゆむさんは金子昇さんとドライブしてますからねドライブというか金子昇さんが首里に用事あるつうか帰り送ったんですよそ<え> <laughs> そうそう。 うるま市から首里まで送ってるんだ。僕の車、助手席金子昇さん座ってます。一回。すごいよ。すごい。アゆムさんの助手席、さ関節登るできるよ。関節。そっか、好きな人はね。なんかビリヤードがお好きらしくて。で、首里で友達がビリヤード女系してるから。ちょっとそこまで連れてってくれと。はい。いうことで。はい。いったんです。あ、いた、アゆムさんが。見ました。はい。演技してますね。すごい。しゃ、社内はもう。 車中は金子昇さんと結構盛り上がりましたよ、はい、いろんな話でだいたい事務所の話ですけどね所属事務所のお話をしてねはい、はい、ぜひぜひこちらの方もまあ我々一足先にちょっと完成した映像を見見てくるんですけれども、はい、ちょっと見たくないとこもあるよな見たくないなぁ、うん、なんですかなんでなんで恥やんに恥やんに一応恥やんに学生 <laughs> ね <laughs> 何かね学芸会の後の VTR 見るの恥ずかしいみたいな <laughs> そうなんだすごいちゃんとセリフもあったんですかあったけどどうなってるんですかねだからねどこが使われてるのか結構わからないあ, <ー S 1> あんまりねカット入らなかったっすもんね <はい S 1> そんなにミスがなかったというかもしくは僕らのシーンはまあそこまで大事ではないのかうんうんそんなにねうん。 今のいいのっていう感じなのも OK 出てましたからちょっと怖いんですよね。どうせカットだからっていうあテンション切られちゃうのかななるほどそうなんですねいいですね生贄にえ娘は何かこういう我々のようなビッグな仕事を受けたことはあるのかい

えっと、オリジンコーポレーションという芸能事務所に所属しておいきながら、はい、ど,どういった仕事をしてたんですか、はい、ちなみに。でもじゃ今の質問で言うと、うん、あれですかね食レポ食レポーターをああテレビそうですケーブルテレビ<ー> o CN さんでやらせていただいたのが MC は<や>誰の番組いやあの OCN、ー、さんの中のなんか情報番組があってその中の10分枠ぐらいで。うん あ君メインの、はい、お店を紹介するんですけどそれですかね、うん、言うならば、えー、一番もうだって一人で行って、うん、ま,まあそういう一人でどうですかとか聞いてカメラはカメラマンさんはいるカメラマンさんもいて<あ>ディレクターさんもいてもロケみたいな感じだそうですねはいが一番大きいですねどう思ったそれやって どう思った？うん、何を引き出したとしてる悪いところを出せって言ってるような聞き方だったよ今の。だからね。なんかい嫌だったんだろう。<laughs> 一人ね、お前本当。そんなことないよ、別に、ちょっと誘導尋問っぽかったな。いや、本当にいい経験だなと思って。あ、そうですか、人少ないなとか思わなかった。ありうり、ありうり。ないですよ。誰が見てるんだと思った。<laughs> ないですよ。ないでしょ <laughs> 思わなかったわけね。全然思わなかったです。全然思わなくて、すごい、もう、本当になんだろう、編集していただいて、ここまで、はい。 私面白くしてくれて大変だったんじゃん大変ですこんなのはなぁでも一回二回じゃ絶対上手くならんからさ食レポってやっぱむずいよなだから練習したいですね練習も多分無理だぜ本当ですかもう何回も経験つまんとっていう感じかなじゃ生で俺なんかも全然ないけどだからあの飲み会とか普通に食事してて友達とかとなんか食レポ インス食レポいいすかみたいなノリあるじゃんあるわけよええー、あれデイジきついなんかギャグやってよりきつい <laughs> そうそう<ー>食レポやってが、うん、そうなんだちょっとょ食レポとかできるのみたいなええー、でどうするんですかどう逃げるんですか逃げるというか一応まあいい練習かなと思ってやるんだけど、うん、全然面白くないけど自分でも味もしないご飯の <laughs> ない食レポ無茶ぶり,り普段で はなな。いか俺はもうこんなのが逃げるタイプだからお前は立ち向かってるさ今あまあまあファイターだからなもううんきなねお笑いサイヤ人やらないそうですね CM 行きましたっけ行きましたよ10分前ですよまだまだ足踏みしてるやつさじゃないばよ作れじゃん違う違うメールとかないの一回気持ち切り替えようとしたメールとかないないないんだあるある ないってありますよ。あのまあ我々病気してますからあれですけど、何でもあのち俺が今 CM って言ったら足踏みしてると思ってるのトークがえトークが足踏みしてるなんかわかるわかる。あのああいう人いない？どういう人？何でも脳に行くっていう人。脳に行く？食べたものとか例えばあのちょっと爪痛い。 でこっちに黒い豆ができたんですよって言ってみ、うん、今俺に。え、<laughs> あ、あゆみさん。ん爪に黒い豆がで出て。え、ちょっと見して、見して。え、見てください。え、やばいよ、これ、ね、長く直さないと脳に行くよ。<laughs> こんな人い知らん知らん分からんいうこの黒いのが脳に脳に行くらしいよみたいな例えば虫歯奥歯痛い虫歯なのそれ早くなおそうと脳に行くよいるよねいるんですよいるちょっと足変なの踏んでからなんか浜辺でトゲ刺さったんですよこれ早くなったと脳に行くよ 誰？お前のお母じゃないかいやいやお母じゃないんですよ。いるんですよ。なんかやたら脳に行かせがちな。行くかな。なんか迷信か何か知りませんけど信じてらっしゃる方。心臓は聞いたことありますけど、ね。あ心臓に行くとかね。ねフケがね。<ー>心臓に行くみたいな。そうな黒いああ黒い豆が移動するってことです。体の中を。血液に流れてだろのって。そうそうそう。で心臓行って最後は脳に行くよ。<laughs>

カバントートバッグ掛けさせて届くタイプですよ。<laughs> あすごいさすが。はい。あ来ました僕はあの。僕がこれを食ったんですけど。はいはい。トーマー将校の大きい仕事といえばこれじゃないですか。はい。沖縄グラフの表紙？あの表紙。<子>ああ。ありがとうございます。僕の中ではこれは相当。 沖縄グラフに出てたんでしょう沖縄グラフってもう 6… <縄>えーだから今年で60年ぐらいになる、うん、あの雑誌ですよあれですあの雑誌ですよほら沖縄グラフああ。ああ。ーーありがとうございますこれに出たのははいでかいってい,いうか大したもんだなと思って これやらいくらだったいやいやいや毎回ねこういう感じで車買るぐらいああこれしょうこちゃんの県の女性がピックアップされるんですけど月月一です月一ですこん中のこの沖縄の女性の一人に選ばれるすごいコッコもいるじゃないですかそうですよたくさんの女性が南沙織とかかな南沙織さんいや昔のほらアイドル <え>沖縄のねえ。え,え現篠山紀信の嫁ですよ。沖縄出身なんですよね。みなみさん。え、すごーい。子供の頃のみなみさんの写真すごいですよね。篠山紀信さんが撮ったと言われているね。あれいいですよね。え、子供の頃。うん、写真を撮ってね。えじゃ、結構年の差があるってことで。年の差あると思いますよ。うん、うわお。まず先ほど言われた大城由紀さんも、うん。いますよ。うん、私は去年の10月ですかねい。十月。みして見して、しょうこちゃん。 2017年これ古さよ水着水着1984年のすごいおおどうしてこうやってね延々続いてるいや初校のが見たいんですよないんですかああと先にこれ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 えこれえさっきええこれあなたこれ私私嘘でしょ私ですはい。 え、これ若い時のヤシロアキじゃないの似てる似てるだからさヤシロアキさんに似てる本当に遠間翔子これアニゾーさんが買った買ったって来てますありがとうこの雑誌を買ったんだ遠間翔子のいやこれ若い時のヤシロアキでしょ そうだからあのね、ーフでフォークを口につまんでますね。そうそうあのねこれ。そうお母さんとかもねすごい言うんですよ。八白明さんに似てるって。似てるよ。そうそうそう。言われるんですよ。じゃあ好きだ俺。うん好きなんだ。メイクじゃあ好きってなる。メイクをからやってもらうんででも。俺白明さん好きなのよ。髪型もやってもらいました。衣装もはい。もうコンセプトがもともとあるんだ。コンセプトがなんかこのステーキがメインで。 テーマがあって。あぶったいか紹介してよ、やしろあきぽいんだから。あぶったいか。魚はあったいかでいい。素敵だったんですよ。10月が。巨乳ですし。艶っぽいんですよ、やしろあきさん。私だから、この時におっぱいが欲しいなって思いました。初めて人生で初めて。ないから。ないから。隠してるんだ。隠れる。うわけじゃない。見えないように映る。見えない映るさ、これ。え、これ、まだ見えんな、証拠に。 そうなんですかね、うんうん、でもそうそうそうへ<ー>まあお母さんとかも気づかなかったですね。決して別にでも肉は好きそうな顔はしてないですよね <laughs> やっぱり。 確かに肉食っぽいみたいなイメージでもやっぱちょっとわかるわ強いわ八代明っぽいな浴衣好きなんですね八代明さんがまだ証拠に見えんブーブさん見えます俺は見えた見えたってエレベーターになってありましたね事務所のねそう事務所のエレベーターにその時から気づいてない俺え八代明さん似てるって思って終わりえ結構終わり誰とか笑わないんだすごいえ本当に証拠に見えない女性はすごいあれみたいあの昔流行ったいいこと 点と点を目の照準を変えたら浮かび上がってくる絵本はやったじゃないですかあれで俺全然見えないみんな見えてるのにひどいこれはこれで綺麗ですから綺麗いいたただきまましありがとうござすそれではメールいきましょう火曜おりはやっぽいおりこブぶちゃん片親の闇あえむちんメガネ赤渕ちゃんいけにえさんおっす私です最近お腹を壊したり うんこが出なかったりしますかっこどっちどっちえお腹を壊したりうんこが出なかったりしますと。だお腹が壊れるってことは出るってことでしょあまあ、便秘だったり難聴だったりするんじゃないですか出たり出なかったりするわけですねえー、皆さんは腸内環境を整えるなんかいい方法ありますか、はい、納豆は食べてます昔はぬか漬けが大好きだったのですが今ぬか漬けをつける暇がありません ぬか漬けは乳酸菌がたくさん含まれたはず。うんはい、おしっこまっすぐ飛ばすしょうこちゃんは乳酸菌とか取ってますか？飛ばさないですよ。こんな健康うんちくはエモリが好きなんだけど、うん、あえて火曜日に送りました。では。はい、P.S. たまに信じられないくらいの太さのうんこが出ますと。ああわかる。穴穴に穴に合わない大きさのやつが出てきます。穴 <laughs> に合わないって。身の丈に合ってる。<laughs> <laughs> あるね確かにだから。肛門っていうのは。はい。 何、ね、て言うんだろう <laughs> 大魔王バーンの目みたいなもんだわけよこう、えー、外に開くわけよ<な>だからでっかいモンスターのお腹にある目みたいな <laughs> で,っいでっかいモンスターのお腹についてる目と思っていただきたいだから、はい、あ中に入ってるものを外に出す時は開くんですよその時に攻撃するんですよはははいはい、はい まあ、攻撃の話で言うとね。だから、見合わないうんちちが出ても、それは仕方ないですよね。うん、はい、はい、はい。しょうこちゃんは結構。何?。大きい目の話する、また。はい。振ってくる。便秘がちょっとあります。うん、私、すっごいもう快便です。快便。うん。あ、なんか意識してるの?。ああ、何もしてないんですけど、あ、でも動くのは。大切にしてます。ね運動不足はね、如実にヤバいらしいですよ。なんだ。 エスカレータータ使わないとか<ー>階段使うとかやってますねえブーちゃんは <laughs> かわいいそういうブーブちゃん結構でもうんこしがちですよねね僕は結構します、ね、しだってお前のうんこで打ち合わせちょっとま,い<康>まったりするもんあるあるある <laughs> 健康すぎるなんで,こでこいつどっかで入り時間うんこ遅れてもいいと思ってるわけよ あるなそっかあるトイレはもうしょうがないからな生理現象的な感じででも引き合わない一時期食べてる量に対して出てる量が少ない時があったねおかしい時期があったそれは引き合うとかじゃないでしょ2ヶ月ぐらいどこに行ったんだ残りはって思うぐらいただあれよちゃんと行く時は行くけどおかしかったね おおかかかししったいなはだいぶ平均取り戻してますけど僕はねもう便秘これ僕医者に行ったぐらい心配になって酒飲んだら結構出ない逆うんでんでちょっとおねえみたいなの。逆よ。逆。っの下っ腹が今も膨らんできてるんですよ。はい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 いは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 いあのリンはビーいキットの アルバムみたいな感じでわかりませんけどもあっただよね懐かしいでしょチョコレートスターフィッシュですわマザータックマザタックじゃないですチョコレートスターフィッシュですねリンプビスケットのみ見ていただいたらわかりますチョコレートスターフィッシュ出てきますか嬉しそう運動不足もダメだしでお酒ももちろんでゲリか便秘かなんですよ僕 あ、それ良くないって言いますね。ああ、だトさんと同じだ。ね、そうそうね、そうちゃんとした、はい、あのー、まとまったやつが出てこないんですよ。で今だからその最近器官支援で病院行った時に、はい、他に気になるとかありませんかっていうから、うんうん、ちょっとあの難便と便便秘が続いてましてつってたら、じゃあガナハさんヤクルト数十本分の詰まった薬を出しときますねみたいな。へー。へー なんでいちいちヤクルトで例えれば、いや、分かるよ、やって思ってね。いいじゃない。はい。すごい乳酸菌がたまった薬をもらいました。で、今それ飲んでるんですけど、別に改善しないんですよ。だから、僕のまだ腸内環境はヤクルト数十本では満たないんでしょうね。納豆もそれこそ食ってますけどね。ああ。でも、腸内環境って慣れが必要って言いますよね。ああ。そうそうそう。なんか。聞くのが。あの。例えば。こビフィズス菌入れるじゃないですか。ビフィズス菌。ね、もう一個、また別のほら、菌があるじゃないですか。はい。 R2 みたいなやつ、それ意味ないらしいですね。同じ金を入れ続けないとダメらしいです。ええええー、一種類ってこと？そうなんだ。そうらしい。 じゃ喧嘩しちゃうんだ。そうです。あこれですねお腹空いた状態。リンプビズキットのスタチョコレートスターテッフ。えなにこれぐらい下っ腹がポコっと出てますよと。わかりました。なんかださなんか出ました。宇宙人みマーズアタック見ていいですか？マーズアタックはあの火星人で脳みそみたいな骸骨みたいなやつで歌歌を聞いたら破裂破裂しちゃう。めっちゃ面白いよ。サイレンサイレンかな。 懐かしいマーズアタック面白かったですね。気持ち悪い。でさっき見ていただいたのがリンプピッツグリッターチョコレートさん。わかりました。カタカナが多い。だからちょっとねそろそろ運動とか体質改善もね子供もまた生まれてきますからね。一緒にインディアカやります。いいよインディアカは。あそれね一番いい。ベンビーさんやるってよ。ベンビーさんはやるさこんなのは。 そうなんだ。そんなやらんきたでしょ。やるってよって。だから行ける本当に人気高はやろうと思います。行けるとき行くから、俺が行くとき誘い続けてっていう約束したわけ。はい。便さんとコリーズに。お。ああなるほどな。優しいいい先輩ですね。じゃあもう一回コマーシャルいきましょうか。はい。もう一回コマーシャルいきましょうメールの方も紹介しいそれではコマーシャルです。どうぞ。Seventy eight p o i

「オリジンアワーオリジンチャンプルー」は平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎「ツイキャス」「ポッドキャスティング」ならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね「何かを待つかのように」「かを待つかのように」 メール紹介します紅白ナマスさんから頂い,いてます紅白ナマスはい、えー、かまってアピールがすごいあゆむさん優しい怪物のブーブーさん、はい、港町の生き寝娘、はい、こんにちはラジオネーム紅白ナマスですえー、初めてじゃないですかいや何回かあ,<き>あ、本当ですか、うんうん、えー、先日会社の飲み会で恐ろしい体験をしました、えー、飲み会でちょいちょい人が変わったかのように愚痴を言いまくる同僚がいるんですが、うん、先日相当上司にまで あれこれこ言うならあんたがやればいいじゃないかとおお酒の席で行っちゃったんだ行ってしまったと、うんうん、いつもは腰の低い穏和な方なのでストレスが溜まっていたのでしょう上司は上司で飲み会で酔っていたとはいえ許さんからなと二人立ち上がって言い合いになりました私は怖<い>とりあえずおっぱいもむおっぱいもむかとなだめるしか方法がありません <laughs> ああ男らしい男っぽいね男らしい <laughs> これメロクってくれる方女性じゃないですか <laughs> あ女性だったらいいですけどね 違う、おっぱい揉みに行こうってことじゃないの。それか、私のおっぱい揉む。じゃないですか。私のおっぱい揉む。あ、じゃ、女性ってこと。じゃないですか。じゃ、風俗行こうってことじゃないの。とりあえず、おっぱい行くかってこと。私のおっぱい揉むかじゃないですか。ええ、じゃ、めっちゃいい人じゃないですか。いや、一つのエピソードで、こんなにいろんな考え方。東の敬語の新作のような。東のの敬語ええ、皆さんは上司が喧嘩しだしたら、どうやって眺めますか。おっぱいがあれば、なんとかなりますか。では。あ、おっぱい、いいですね。でも、この方法はなかなか。友達の。 ラウンジのママさん、はい、が言うにはやっぱ男のお客さんおじさん同士喧嘩することも多いらしいですその時はこの手を握ってあげるそうですねへ、うんえー、わーって興奮してる人の手を握ってそれこそえそのママさんは自分の足にこうくっつけてあげるとか、うん、そしたらんか安心して、えー、なんんかっ赤ちちゃゃみみたたいい結局ね、えー、男は「赤ちゃんよ」って言ってたよ <laughs> そのママは。<laughs> 赤ちゃんに酒飲んだらね赤ちゃんなるからねえー、じゃあ、えー、その腕…でもどうかな,うかなそのラジオで聞いた話では、はい、このすごいだから言い合いになってる時とかね男の人がガーってこうまあ喧嘩になりそうな時とかに、はい、おっぱい見るって言うんだってその人はでもちろん本当に見せるわけではないんだけど、はい、その怒ってる人がえっ,ってこう一瞬なって <laughs> うんってなってこう何かこうとりあえず収まるらしいわけおっぱいの力ってすごいんだそんな馬鹿なと思ってちょっと 自分でこうシミュレーションしてみたんだけど確かにすごい落ち込んでる時とかに急に知らない女の人から「おっぱい見る?」って言われたらあってこう。 なる感じがして、すごい言葉だなと思う。もちろん本当に見せるわけではないですよ。それであははっていうこう笑いになるっていうことなんです。いやそしたら本当に見せてもらわんと。そう。そこに怒りが爆発します。なんで見せないんだよ。見せろつったじゃないかてめえ。そう。次元がそしたら別のおっぱい見るって人が来て気づいたら読みたんぐらいまでいるんだ。ビレービレーホース。 おっっぱいい見る人についてったらだから翔子ちゃんもお城さんもねブーブーさんも私もまだまだ血気盛んな30代ですから、はい、ラジオ中とかに喧嘩が始まったら是非翔子ちゃんおっぱいを見せていただいて。<laughs> わかりました。その時はいやもうめちゃくちゃ喧嘩してな今じゃ。体を張って。俺でも本当にショコちゃんのおっぱいは見たいやつさ一回は。えそう。お前何何言ってんだお前。えそう。これいや言わずもが言わずもがな。いや何も思わんて別に触ろうとも思わんし。ただでもね。あのあれよ。何言うたお私。 自分で言うのもあれですけどうん、うん、あの多分 AV とかに出てくるあ,ああいうおっぱいじゃなくて、はい、ポルノ映画に出てくるなんか夕日の <laughs> 夕日をバックにした女性の。<ー>もっこりしてるってことうんみたいなおっぱいです。 おっぱいですあ、いいじゃないですもんうんじゃあちょっととんがりのある <laughs> そうそうそうとんがりとんがりいいっすよ外向き内向きえー、外かなー,このーなんかなんだろういびつ要はあのスケーターが使う滑り台みたいな形でしょスケーターが使う滑り台あ何東の最初の,あの岩ってことチー<が> <laughs> いびつって言ったのにあの波がばしゃーってこういうこういう松のマンボロのしいですよ。でもそうかもなんだろうほらきれいな感じじゃなくてあこれはちょっと大きい。 脇毛は生えてるやめて何言ってるだ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 てるてるだんだ何言ってだてるだだダメだよ。何言持ダってこいヒサ持ってこい燃やして取らせ何言てるんだ何言ってるんだ何言んだ何言ってスケ。だ何言っ <laughs> うん、すごいつメールを、えーはい、ですねこれ。えー 一番下の安室奈美ミさんのメールちょっとずいぶん読めなくてはい1月十六日あら、失礼しましたありがとうございますムーブさん、エムさん、しょうこちゃん、大城クマさん、はいさい。はいサイ磯野家のスーパーモンキーズ京都からアムロナミヘイヤイミーンはい、ありがとうございますお久しぶりです、すいません遅くなりましたが皆さん、明けましておめでとうございますおめでとうございますさて、新年になっていまだ休みはなく初詣すらいけてませんええ、十六日の時点でもうね、落ち着いていけてたらいいですけどそうですねそんな僕は元日から元旦 から子供が大好きなプラレール博のお仕事でした。なんでプラレールって？あのじゃ電車みたいなやつ。ああ、プラレールってですか。勝手に走るやつですよね。レールを。なるほど。はい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 。オッケーオッケー。ミニカーの電車。はい今年は過去最高の来場者数で、八日間でなんと十万人を突破しました。すごい。一日一万人以上だ。 そうですね <laughs> でいい計算できましたね <laughs> ありがたいことでございます <laughs>、はい、そのプラレール博では僕は今月から放送が始まったロボットアニメ、うん、新幹線変形ロボ ね、シンカリオンのステージと写真撮影の MC を担当しましたえー、MC <も>貴重な経験をさせていただきました裏方から表まですごいですねそんな本番前のこと最前列にはあるご家族がおられました早くから場所を取り見る気満々という感じ、はい、しかしいざステージが始まるとベビーカーに座っている男の子はすやすやと夢の中うん 僕はその寝ている男の子を気にしながらステージを進めていましたまあ大きい声出さないようにってことかな結局見せたかったであろうステージをその男の子に見せることができませんでした、はい、無理やり起こすのもかわいそうだしな確かに、うん、やはりここはお子さんだけにお子さんかかっこ、うんうん、さてそれでは今年もなぞなぞをいってみましょうはいお願いします一発目の新年早々火曜日らしいなぞなぞです バシッと答えて押し始めてしましょうか、はい、この度新幹線の性別が判明しました新幹線新幹線の性別うん、うん、はいさて、うん、新幹線は男でしょうか女でしょうかえー2択 2>、えー、それでは今年もお決まりっっめったねあ新幹線,新幹線これわからない。見てしまったんですけどはい。 女性だってっていう気もしますけどね <laughs> どうですかエム<え>さんそうですね <laughs> 女性だってというところもありますね女性だってあるよってこと女性だってあるよ女性だって男性だってあるんじゃないか正解はね一応男性なんですよはい、はい、なぜかというところだけで答えていただきたい、はい、ヒントちょうだい新幹線です あ、新幹線、新幹線。言うと思った。絶対言うと思った。新幹線はね、あの、すごい、早く着くんですよ、目的地。はい。なぜかというと、まあ、スピードが早いっていうのもありますけど。止まる駅と止まらない駅とかがあるわけですよね。そういうところから。各駅。特急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 。 あ,あ、特急物あ,あ、なるほどね <laughs> いや、もらうなや <laughs>、ね、特急物、特急物いや、証拠の <laughs> でもいい、あげるあげるあ、正解違います正解でしょなんだろう、まあ<え>正解は男性で理由としては、新幹線は各駅じゃないので、駅を飛ばすんですよあ、<ん>駅を飛ばす駅を飛ばす車窃ってことね 駅を飛ばすからってことなんですけどだって女性だって駅飛ばしますから飛ばしても上からも下からも飛びますもんねそうなんだタマト飛ぶってんじゃないよお姉が出るさあまた来週は収録でございますこの後収録でお出かけしたいなと思うんですけどはい。どこに行くかですよねちょっとまずは体調を万全にしてねまた再来週以降生放送でお会いしたいと思います本日はありがとうございましたまた来週再来週ですね生はさようならさようなら この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。